ヤズドの沈黙の塔沈黙の塔の内部の、ヨース沈黙の塔、ダフマとは、ゾロアスター教における調装を行う施設である。19世紀後半のボンベイの沈黙の塔を描いた、同伴がムンバイの沈黙の塔は高級住宅街、マラバール級の森の中にある。インドでは、ゾロアスター教徒のことを、ペルシアから来た人という意味で、パール水と呼んでいる。 インドのパール水の人口はムンバイに集中しており、結果としてムンバイはパール水が中心的な割合を占めている。パール水には経済的に豊かで社会的地位の高い人が多い傾向がある。一般的に調層は伝染病の拡大につながるなどと非衛生的な方法であるとされるが、パール水は環境への被害が最も少ない衛生的で、 合理的な方法として、調創を行っている。沈黙の塔は、円筒型の石積みで作られた塔であり、衛生的問題と大地を汚さないという宗教的問題から、地面よりも高く作られた石の床の上に死者を横たえている。床は斜面になっており、区形のくぼみに衣服を脱がせた死者を置き、外側から男性、女性、子供という順番に並べられている。 くぼみには、雨水や、体液などを流し落とすための溝が作られており、中央部の井戸につながっている。井戸は白骨化した死体を投げ込むためのものであり、そこは、木炭と砂の露過層になっている。死体の管理をするために、鉄の扉が一つだけあるが、聖域であるため、パール水以外の出入りは禁じられている。一般人は追い茂った木々の中から高い塀と、上空に、 ハゲタカが舞っているのが見えるのみだが、ムンバイにあるビクトリアアルバート博物館で模型を見ることによって、外観、構造を知ることが可能である。なお、現在では、猛金類の減少により、上空を舞うハゲタカを確認することは困難である。近年、ムンバイにおける、猛金類が減少により死体分解の速度が低下し、調創が困難なものとなってきている。 本来は1日で分解されるはずであった死体が分解に数週間要するようになったため、近隣の高級住宅街に腐臭による被害が及ぶようになった。これに対し、科学的な手法を用いた対策が行われている。オゾン発生器によって腐臭を抑えながら、太陽光反射器を使用して集中的に太陽光を死体に浴びさせることによって、 死体の乾燥による分解を促進させる対策が行われている。温度を250度に抑えることによって死体が発火して火葬になることを防いだ上での方法である。さらに、石灰とリンによって骨の分解を促すことも行われている。しかし、パール水には人工的な手法を用いることを自然の摂理をねじ曲げる行為。 伝統に反する行為として反対する声が強い。また、雨季に入ると3ヶ月ほど太陽光を十分に得られないという問題もある。もう一つの解決策として、猛菌類を町の飼育小屋で育てることによって、調創を持続させる方法が考えられている。この方法は、莫大な費用がかかるばかりか、猛菌類の繁殖が成功する保証はなく、1話が、 伝染病に感染すると全滅する危険性も、長層の性質から10分にあり得る。パールスイーには富裕層が多いことから賛成の声も強いものの実現は困難である。http://ebi.biz/.jocv/.india/.dbdlm/.dbdlm.html ありがとうございます。